時でも決勝ラウンド初戦で韓国に敗れたっていうね。ライナーここは取った。0点です。ゲームは2回の表終わっています。今のプレー、いいプレーが出ました。両チーム無得点です。オープニングラウンドグループ B 韓国対1チームです。まあ、ここはキム・ドヨンのいいプレー、いい反応でした。ねね、あとはいいタイミングでジャンプしましたし ね、まあ、ボールもねちょっとこう前タイムリーがありました。いやそうですよね。初球打ったドライブ、打球レフトへ、レフトも見上げるだけ。昨日満塁ホームランを打たれた韓国、今日は満塁ホームラン、キム・ドヨンが持っていきました。一挙6点のビッグイニング、ツーアウトから6点です。キム・ドヨン今ホームイン。そんな感じで本当に取るとね、いやもう高めの球強引に振り抜いて、もうレフトのサントスは見上げるだけ、一歩も動きませんでした。おっとな、ライナーちょっとね、はい、ヒット線に抜けようかっていうあたりもね取りましたけど、ここも、正面ではあるんですが、すごい打球でした。いや逆に顔に近い表面だったんで、はい、難しかったと思うんですよね。ここはやや差し込まれています。それでもここまでいった、どうか、入るか、入った、キムの4、今日2本目。いやいや詰まったよりも見えたんですか。いやもう窮屈なね、はい、したのかなと思いましたけど、いやよく飛びましたね。伸びていきましたホームラン、8点目、今日2本目。リプレー、ああ不審ですよ、もうトライですね、本人はもう確信ですもんね、もしね